ガザラの戦い、ガザラの戦い、ガザラの戦いは、第二次世界大戦中の北アフリカ戦線における、リビアのトブルクをめぐり1942年5月26日から6月21日に、かけて、ス軸国軍と連合国軍との間で行われた、戦闘である。スー国軍の戦力は、アフリカ総合軍で、ドイツ軍とイタリア軍の部隊により構成され、 砂漠の狐と称されることとなった当時、上級大将のエルビン・ロンメルが指揮を取った。対する、連合国軍の戦力は、イギリス及び、イギリス連邦諸国軍、以下、イギリス軍と表記を中心とする中東方面軍、総司令官クルード・オーキンレック大将の指揮下に、ニール・リッチー中将のイギリス第8軍、で、この双方による戦闘であった。ロンメルは連合国軍の気づいたがざら、 から、南方のビルアケムまでのビル、防衛線正面への偽装攻撃を行いながら、装甲部隊を防衛線の南から迂回させ、その背後のイギリス軍装甲部隊を攻撃するために、進出した。この攻撃は成功したかに見えたが、連合国軍のガザララインの南端にあるビルアケムでは、自由フランス軍の頑強な抵抗により、物資の補給がままならなくなり、ロンメルの戦車部隊は、 燃料と弾薬が欠乏し、帰って不利な立場に置かれることになった。しかしながら、リッチーの第八軍はこの状況への対応が遅れ、ロンベルはガザララインの中央、ビルアケムの北方に補給路を開くため、西へ向かい戦力を集中して攻撃を加えた。戦闘は戦車を多く、犠牲にしながらも、数軸国軍の勝利に終わった。しかし、その後の戦いにおいて、 重要な役割を果たすべき、気候部隊が損耗してしまい、エジプトへ退却した第8軍に決定的な打撃を与えることができなかった。このため、ロンメルの追撃はエルアラメイン手前で停止し、その後第1次エルアラメインの戦いが始まることとなった。1941年末のクルセーダー作戦の勝利に続き、イギリス第8軍は、 数軸国軍を切れないかから駆逐し、ロンメルが防衛拠点としたエル・アゲーラまで追い詰めた。しかしながらを超えた進行はイギリス軍の物資補給を困難にし、1942年1月にはさらに西方のトリポリタニアへの進行に備え、前線の兵士をまびいて通信線の構築や物資の臨時集積場での作業に従事させる状況だった。一方、ロンベルは 兵と戦車の増援を受けていて、い1月21日には3 0隊の強力な装甲偵察部隊を送り出した。前線でイギリス軍の婦人に手薄な箇所を発見し、すぐに偵察を攻撃に切り替えた。1月28日にはベンガジを奪還し、2月3日にはトミミに到達して地中海岸の要塞化された港湾都市ブルクに圧力をかけた。 ガザラとトミミ、トブルクの西隣の間に、イギリス第8軍は、反撃を行うに、十分な戦力を集中した。これにより、2月4日に、ロンメルの進撃は停止した。ガザラ、トブルクの西、の海岸から南へ伸びたビルアケムまでの間に、前線が形成された。イギリス軍は、ボックス陣地をガザラから南方に連ね、ボックス陣地間を簡単なく紹介し、 防衛を固めていた。自由フランス軍部隊はこの南丹ビルアケムに配備された。また、他のボックスも互いに異なった国の部隊が配備され、海岸から南へ防衛線を構築していた。春の間、双方とも過去2年間で戦闘に勝利しながら補給の問題で決定的な勝利を逃し、砂漠を5回も振り子のように攻守入れ替わることになったため、 平坦の構築と戦車を含む戦力の補充に専念した。他にも戦闘の経験が活かされ、イギリス機候次団は4号戦車に対抗できる 75mm 砲を装備した M3 グラント中戦車が配備され、またその支援部隊は数軸国軍装甲部隊が優勢な地域であっても、戦闘中でも迅速な整備、修理が可能な体制に再編成された。また、 不評部隊と砲兵部隊の間の連携についても再編成され、その間アーサーテッター、中東空軍司令官は陸軍と空軍の連携を密にし、敵戦闘機との交戦よりも戦闘中の地上部隊への支援を優先する要砂漠空軍に対し新たな指令を発した。一部の戦闘機、ホーカーハリケーンが爆撃機に改造され、砂漠空軍司令官、アーサーカニンガム、 空軍少将とその幕僚は陸軍との協力関係を密にするために陸軍司令部へ移動した。一方、ロンメルは速やかに兵坦線を構築した。ロンメルはオーキンレックのイギリス第八軍の補給ルートがはるか希望本周りのの航路で行われていることを知っていたので、通軸国軍のイタリアから地中海経由で行われる補給ルートの利点を生かし、 第八軍の準備が整う前に攻撃を開始することとした。5月下旬にはロンメルの準備が整った。これに対するガザラの防御夫人は南アフリカ第一不評師団が海岸近くに、その南に第五十、ノーサンブリア不評師団、そして一番南のハシビルアケムニ自由フランス第一、旅団が位置していた。イギリス第1及び第七機構師団は防御陣地戦の背後、 トブルクとビルアケムの中間で、機動的に運用される反撃戦力として待機し、南アフリカ第二不評師団が飛ぶルクの守備につき、インド第五不評師団、インド第四不評師団と交代に4月に到着した。が、予備戦力となった。ロンメルのベネツヤ作戦は、数軸国軍の総攻部隊を攻撃主力とし、ガザラから伸びる陣地戦の側面を回って、 南端のボックス陣地ビル・アケムを南から迂回させ、イギリス軍を背後から攻撃しとブルクダッシュを目指すというものであった。その夫人の最左翼イタリア第130にあり得て、飛行士団はビル・アケムのボックス陣地を攻撃し、その間中央を進むドイツ第15、第21装甲士団が、イギリス第8軍のガザラ陣地戦の背後を北上して、イギリス飛行士団を攻撃し、 ガザララインのイギリス第13軍団を分断孤立させる計画だった。また、左右翼のドイツ第9十0系アフリカ師団戦闘団は、ガザラからの物資供給の拠点となっている飛ぶ、ルク南方のエル・アデム、エル・アデムを攻撃し、サジン製製機、トラックに航空エンジンとプロペーラを取り付けたものにより飛ぶ、ルク攻撃の強力な装甲部隊の援軍に見せかけ、イギリス軍を引きつけることとした。 その間、イタリア第20自動車化軍団の他の半分のうち、イタリア第101自動車化不評師団トリエステは、シュディムフタ陣地近くビルアケム陣地北方の地雷原を切り開き、装甲部隊への補給ルートを開くことを目的とした。ロンネルは遊告には、イギリス装甲部隊に対処し、エルアデム、エルディュダおよびシディレゼーグ、さらにはビルアケム北東のナイツブリッジも占領できると予想していた。 さらにその翌日には、装甲部隊を西に向け、ガザラからアレムハムザ、アレムハムザ間のイギリス第8軍の防御陣地を攻撃し、西から攻撃してくるイタリア第10及び第21軍団と合流する計画だった。5月26日14時10砲の集中的な砲撃とともに、イタリア第10及び第21軍団は連合国軍のガザラ全面の 防御陣地に攻撃を開始した。すべての数軸国軍部隊がこの攻撃に参加したと見せかけるために、ドイツアフリカ軍団及びイタリア第20自動車化軍団の一部の小部隊をこの攻撃に参加させた。この陽動作戦はさらに自動車化部隊が増強され、攻撃地点へ向け北に移動した。しかし、その遊告から野員に紛れて、すべての走行及び自動車化部隊は、 ガザララインの南端の攻撃開始地点に集結した。5月27日の早朝、ロンメルは彼自身の指揮するアフリカ総甲軍、ドイツアフリカ軍団、イタリア第20自動車下軍団、そしてドイツ第90警視団を率いて、連合国軍の側面や後方までも、地雷原で防御されていると確信されていた防衛線を、側面から南端を迂回するというリスクのある攻撃を、 開始した。ロンメルの作戦計画はビル・アケムで、目論みとは違ってくることとなった。イタリア第20軍団のアリエテ、トリエステの両師団とドイツ第21総甲師団の一部、部隊はビル・アケム南東役の地点を通過する前に、イギリス第7機構師団インド第3自動車化両団の激しい砲火を交えた抵抗により大きな損害を出し、3時間足止めされた。 マリー・ピエール・ケーニグ、指揮下の自由フランス第一旅団が守備していたビル・アケムのボックス陣地では、ビル・アケム攻略を目指したアリエテ師団が、自由フランス軍が使用した 75mm 砲などによる攻撃で大きな損害を出して攻略に失敗してしまった。このため、ビル・アケムの存在はロンメルが想定していたよりも重大な問題であったことがはっきりしたビル・アケムの戦いを参照。 その東側を進んだドイツ第15装甲士団は、夫人の南側に位置していた、いずれもイギリス第7機構士団に属する、インド第3、イギリス第7自動車火旅団を救援するよう、指令された第4機構旅団と交戦し、兵員に多くの死傷者を出しただけでなく、装備に損害を出し、砲の射程が長く、威力の大きい M3 グラント抽選車が配備されていた、ことに驚かされた。 この交戦の結果、イギリス第4機構旅団は、エル・アデム方向へ撤退し、エル・アデムの東、ベルハメド、ベラムド補給基地で一晩過ごした。昼近くには、数軸国軍の装甲部隊はさらに北上し、正午にはイギリス第1機構士団と接触、激しい戦闘となり、双方に多くの損害を出し、数軸国軍の勢いが鈍ってきた。 数軸国軍の左右翼を進んだ、ドイツ第90警視団は、イギリス第7自動車火力団とレトマ、リートマで交戦し、第7自動車火力団は、ビルエルグビ、ビアエルグビへ退却した。第90警視団は午前中の半ばには再び、前進を開始し、ビルベビド、ビアブッド付近で、イギリス第7機構師団司令部と遭遇し、これを蹴散らし、 師団長のフランク・メサー B を含む司令部の将校を捕虜としたが、メサー B は、重兵のふりをして脱出することができた。しかし、この事態により、第七師団はこの後二日間有効な指揮を受けることができなかった。第九十軽師団は、計画通り午前中の半ばに、エル・アデム付近に到達し、多くの補給拠点を捕獲した。連合国軍の反応は遅かったものの、午後には、 激しい戦闘となった。しかし、イギリス第4機構旅団が、エル・アデムに派遣された次の日には、第90警視団は、南西方向へ借り立てられた。戦車戦は3日間続き、ビル・アケムは、抵抗を続け、アフリカ総甲軍は、南のビル・アケム、北のトブルクの間、西に連合国軍が付設した広い地雷、原の、大釜と呼ばれる地域に閉じ込められ、 ここで北と東から連合国軍の気候部隊から攻撃を受けることとなった。5月31日の夕刻までにはロンベルの補給物資は絶望的な状況となっていた。その間、ドイツ軍の背後を守る任務のアリエテ戦車師団は5月29日及び6月第1週の間イギリス気候旅団の攻撃を何度も退けた。 この行動をドイツ側からは大規模な地雷原とイギリス軍の頑強な抵抗、さらには補給物資も途切れ、ロンメルは罠にはまったような危機的な状況にあった。しかし5月29日の早い時間に補給物資を積んだ車両がイタリア軍のトリエステ、アリエテ両子団に守られながら激しい放火の下をびるアケムの北の地雷原を突破し、包囲されていたスージック国軍へ、 補給物資を届け、ロンメルは冷静さを取り戻すことができた。5月30日には、ロンメルは地雷、原の東側の現在位置を共闘歩とするために、イタリア第10軍団が地雷、原の西側から補給路を通す動きと連動し、これまでとは逆方向の西に向かって攻撃を開始した。次の2日間にわたり、行われた西への攻撃により、シディムフタ派、 シジマフトのボックス陣地にあったイギリス第50ノーサンブリア不評師団の第150不評旅団を撃破し、地雷原に日本の作戦開始地点と直接結ぶ通路を通し、連合国軍の戦線を2分した。6月1日の夜、ロンベルは第90軽士団及びトリエステ師団を攻撃部隊として南方の物資補給路の障害となっているビルアケムに、 対する攻撃を再開した。再度の攻撃は失敗し、ビル・アケムの自由フランス第一旅団はさらに10日間も戦闘を続け持ちこたえた。ロンネルの兵舘の状況が絶望的であったことを知らずに、ドイツ軍装甲部隊の受けた損害を過度に、楽観的な情報をもとにして評価し、中東方面軍総司令官、オーキンデックは第8軍司令官のリッチーに対し、 ドイツ軍装甲部隊が存在していない海岸線に沿って富見、み、目切り、キ切リ以艦を突破する反抗を行う様子よう強く促した。しかし、リッチーはブルクが危険にさらされることを懸念し、エル・アデムの陣地に援軍を送り込み、地雷原にできた通路に対抗する防御のためのボックス陣地を築くことに集中していた。6月5日、イギリス第8軍はようやく反撃を開始したものの、 ドイツ軍に準備日数を与えてしまっており、また、戦線の北側イギリス第13軍団でも、何の進展もなかった。イギリス第7機構士団及び、インド第5不評士団のドイツ軍大釜陣地の、東側面への攻撃は6月5日2時50分に、開始され、計画の初期目標である、比較的安全な不評部隊の予備的な攻撃は、順調に進んだ。しかし、 さらに西側の数軸国軍主力の防御陣地に対する第22機構旅団の攻撃は激しい砲撃に愛前進が阻まれた。夜明けには第32陸軍戦車旅団が北から攻撃に加わったもののまた激しい砲撃の中に突入することになりこれにより70両の戦車のうち50両に損害を出してしまった。6月5日の早い時間にロンメルは東側へ アリエテ師団と第21装甲師団を攻撃に当たらせ、北のナイツブリッジのボックス陣地に対し第15装甲師団の一部部隊を攻撃に向かわせることとした。ドイツ軍の東へ向けた攻撃を受けたビルエル・ハルマとビア・エル・ハーマットには、イギリス軍2個師団の戦術司令部とインド第9、第10不評旅団の司令部及びその他の小部隊が散在していた。 イギリス第22気構旅団は156両の戦車のうち60両を喪失し、さらにドイツ第15装甲師団の攻撃を受け戦場から撤退した。連合国軍の攻撃部隊のうち3個、インド不評大隊、1個偵察連隊及び4個、砲兵連隊が大釜地区に取り残された。気候部隊の支援を受けられなくなったこれらの部隊は6月6日、 圧倒的な攻撃に直面し、一つずつ殲滅されていった。ロンネルは主導権を握り続け、大釜陣地を強化し、多くの敵の防衛拠点に攻撃を行った。6月6日から8日の間、ビル・アケムに対し一斉に攻撃を開始し、その防御陣地は縮小したものの、フランス軍守備隊は抵抗を続けその正確な砲撃により、ドイツ軍に多くの損害を与え、 第七自動車課旅団及び、インド第29不評旅団の部隊の支援を受けてきの、連絡を妨害し続けた。数軸国軍はさらに戦闘部隊を増強し、6月9日に、再び攻撃を開始し、6月10日ついに防御陣地、部下区に突入した。この時点で自由フランス軍陣地は守りきれなく、なってきており、リッチーは彼らに夕方には撤退するよう命令した。 囲まれてはいたものの、k ニグ将軍は、数軸国軍の配備に撤退できる隙間を発見し、第七自動車火力団から約2の輸送のための集結地点へ逃れた。元の守備隊員さん、600名のうち負傷者200名を含む、約2、700名がビルアケムから脱出した。6月11日に、第90警視団が占領した時には、500名の 自由フランス軍将兵が捕虜となり、その多くは移動に耐えない負傷者だった。6月11日にロンメルは第15装甲士団と第90系士団をエル・アデムに向け進攻させ、6月12日にはイギリス第201コノエ自動車下旅団をナイツブリッジのボックス陣地から飛ぶ陸周辺地域へと撤退させた。月日、インド第旅団は エルアデムへの攻撃を撃退したが、その左側、数軸国軍から見て、のイギリス第2、第四機構旅団はドイツ第15装甲士団の攻撃により後退させられ、戦場に損害を受けた戦車を放置したままとなり、回収することもできなかった。6月13日、ドイツ第21装甲士団は、西から攻撃に加わり、イギリス第22機構旅団と交戦した。 ここで再び、ドイツアフリカ軍団は、攻撃兵器の戦車と対戦車砲の組み合わせによる、優れた戦術を示すこととなった。また、ロンメルは連合国軍の無線通信を傍受して、入手した情報により、支援を要請している部隊へ向けて、より広範囲に素早く装甲部隊を差し向けた。その日の終わりまでには、イギリス軍戦車の戦力を三百両から七十両、近くまで大きく減らし、 トブルクのみならずがザララインの第十三軍団の部隊も分断して、ドイツアフリカ軍団は戦線を支配し続け、大きな脅威となっていた。6月13日の終わりまでには、ナイツブリッジの陣地はほぼ包囲され、その夜遅くに、このエ絵ダ団は陣地を放棄し撤退した。これらの一連の敗戦のために、6月13日は、イギリス第八軍全体に暗黒の土曜日として知られることとなった。 6月14日、オーキンレックは、リッチーのガザララインからの撤退を承認した。エル・アデムとそれに隣接した2カ所のボックス陣地の守備隊が固く守っていたため、南アフリカ第1不評師団は、海岸沿いのバルビア街道をほぼ無傷で撤退できた。しかし、バルビア街道は2個師団が通過するということができなかったため、第50。 ノーサンブリア不評師団所属のニコ旅団は別の道を探さなければならなかった。このニコ旅団は数軸国軍総工部隊のために直接東へ向かって退却するわけにはいかなかった。その代わりに南西方向のイタリア第10軍団、ブレシア及びパビア領師団のラインに向かい突破を図って攻撃を行い、さらに南へ向かって砂漠地帯へ出て方向を東に変え、 イギリス軍の支配する地域、マッタレーナへ逃れた。オーキンレックは、ロンドンが強固な防衛点であるエジプト、リビア国境周辺地区へのイギリス軍の撤退を望んでいないとはっきりわかっていた。このため、6月14日に、リッチーに対しオーキンレックは、アクロマ、アッコラマ、トブルクの西から、南東へ、エルアデムを通り、ビールエルグビまでの線を維持するよう命令した。しかし、 6月15日の夕方には650高地の防衛拠点は攻撃を受け、6月16日には187高地の守備隊は物資補給ができなくなり撤退せざるを得なくなった。その日、1日中、エル・アデム及びシュディ・レゼーグヌボックス陣地守備隊はドイツ・アフリカ軍団の強い圧力を受け続けた。6月17日ついに両陣地の守備隊が撤退し、 これによりトブルクの包囲を防ぐ機会は失われてしまった。リッチーはイギリス第8軍に対し前線の役、東メルサマトルー、マースサマトルーの防衛拠点に撤退するよう命令し、トブルクの残地部隊には敵の攻撃を持ちこたえて、1941年の時のように数軸国軍の連絡を妨害するよう命令した。イギリス第13軍団司令官ゴットは南アフリカ。 第2不評師団長クロッパーを飛ぶク守備隊、司令官に任命した。トブルクの戦力には、南アフリカ師団の2個旅団に加えて、第201コノエ自動車化旅団、インド第11不評旅団、第32陸軍戦車旅団及び第4対空旅団が零下となった。トブルクは、以前の1941年12月のクルセーダー、作戦により解放される前の9ヶ月間、 通軸国軍の包囲に耐えていたが、今回はトブルク守備隊への兵站維持について、イギリス海軍の保証を取り付けることができなかった。連合国の指導者たちは、備蓄の状況から2ヶ月は持ちこたえられるものと、期待していた。しかし、オーキンレックはトブルクの防衛は、必ずしも重要なものではないものと見ていて、すでに、 ニール・リッチーに対し犠牲を出してまで守り続けるつもりはないと語っていた。さらに一般的に知られていたことで1942年2月のカイロでの陸、海、空三軍の司令官の合意ではトブルクに前と同じような方囲を耐えさせるようであってはならないとされた。これによりガザラ付近の地域を攻撃、数軸国軍による先制攻撃に対する強力な防御陣地が 構築され、トブルクの防御は最強の状態に整備されてはいなかったものと見られた。わずか7日後の1942年6月21日、3万5000名の連合国軍、南アフリカ第2師団の全部を含む将兵は3万名のエナやナバリーに将軍に降伏し、これはその後の公兵に扱われた正式な法廷においても不明瞭で矛盾している行動とされた。 数軸国軍のトブルク攻略は数ヶ月前に起きた日本軍参個師団により8万名ものイギリス連邦軍が捕虜となったシンガポール陥落の繰り返しであった。ロンネルはトブルク攻略の直後に厳水に昇進した。これとは対照的にガザラの敗北とトブルク陥落からオーキンデックが直接イギリス第8軍を指揮することとなってリッチーは 第八軍司令官を解任された。トブルク攻略の後、アフリカ総攻軍はエジプトへ向け進撃を開始した。オーキンレックはロンメルと直接対決することを避け、比較的小規模ながら強力な部隊で必要に攻撃を繰り返し、時間を稼いだ。オーキンレックはメルサマトルーの防衛拠点の側面が南の砂漠方向に開けていて、 ロンベルがガザラで言ったような迂回包囲を避けるため、ここを放棄することとした。オーキンレックはあるいはそれ以上東のカッターラ定地の斜面が険しい地形になっているため、防御陣地の南側を走行部隊が迂回攻撃を行うことを不可能にすることから、エルアラメイン付近に撤退し、防御陣地を築くこととしたものである。ガザラの戦いに勝利したにもかかわらず、 数軸国軍の装甲部隊の損失は取り返しのつかないものだった。戦いで受けた損傷による装甲手段の弱体化はドイツアフリカ軍団の戦闘力を著しく低下させた。この結果、ロンベルはガザラ、トブルクでの勝利を生かすことができなかった。一方、イギリス軍はアメリカ合衆国製の戦車の大量補強により、その後の北アフリカ戦線における 数的優位を確実にした。ロンメルは6月30日から7月1日にかけての第一次エルアラメインの海戦においてイギリス軍のエルアラメインの防衛線に数字にわたり攻撃を行ったものの撃退されてしまった。ここでオーキンレックが数軸国軍の進撃を食い止めることに成功したにもかかわらずチャーチルは彼に対する信頼をなくしていた。彼は 軍司令官としてはかなりの才能を見せたものの部下の人事に関しては苦手であり不運であった。実際彼は師団規模の指揮の経験しかないニールリッチーに期待を寄せ軍司令官とした。また第八軍のうちで一番気候部隊の指揮経験があったモットー第七気候師団長から不評部隊が主力の第十三軍団司令官とし、さらには 不評と騎兵の指揮経験しかないフランク・メサー B を第7機講師団長とした人事が挙げられる。ロンメルはこの海戦の後、通軸国軍の状況が容易ならないものと知った。ロンメルは7月4日の日記に我が軍は疲れ果てている。と記している。7月5日にはロンメルは状況は危機的であると記した。7月17日には敵は特に不評が優勢であり、 その後イタリア軍部隊を飲み込んでしまった。ドイツ軍は自身を守るにしてもとても弱く泣きたくなるようだ。と述べている。8月にチャーチルはオーキンレックの任務の第8軍司令官を第13軍団司令官のウィリアム・ゴット中将に変え、中東方面軍総司令官の職についてもハロルド・アレキサンダー大将に変えた。しかし、ゴットは彼の乗っていた。 飛行機が攻撃を受け死亡し、その代わりに、バーナード・モント・ゴメリーが、第八軍司令官に任命された。1942年9月13から14日に、かけての夜に、トブルクへの襲撃作戦、アグリーメント作戦が実施された。イギリス軍部隊は、丸一日イギリス軍捕虜1万6千名の多くが、残っていたトブルクに留まった。 作戦の想定では防衛に当たっているイタリア軍は大きな抵抗を示さないと見られていた。襲撃部隊はイタリア軍海岸砲台による激しい砲撃に直面し、駆逐艦飼育は沈められ、また守備に当たっていたイタリア軍3、マルコ海兵大隊の激しい抵抗を受けた。襲撃部隊の抵抗は失敗し撤退をしたが、ドイツ空軍のユンカースジュ88により、 軽巡洋艦コベントリーが沈められ、また、駆逐艦ツールもイタリア空軍の MC200 の攻撃を受け沈められた。このアグリーメント作戦中に、イギリス海軍将兵280名、海兵隊員300名及び陸軍兵160名が戦死、負傷、または捕虜となった。中東方面軍、クレード・オーキンレック第8軍、 ニール・リッチー、第13軍団、ウィリアム・ゴット、第30軍団、ウィロビー・ノリー、軍予備。アフリカ総合軍、エルヴィン・ロンメル、クリューベル集団、ルートヴィヒ・クリューベル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。